駅入り口武蔵大和駅は東京都東村山市巡り田町3丁目にある西武鉄道玉子線の駅。駅番号は ST06。玉子線の前身である玉子鉄道は1928年4月に国分寺萩山間を開通させた後、引き続き未開業区間であった萩山村山貯水池間の建設を進めた。しかし、 村山貯水池駅予定地点付近における旧西武鉄道村山線の延伸区間である通称箱根ヶ崎線との交差部分の調整が折り合わず、やむなく予定地より萩山方1 3トル現在の巡り田信号場付近に村山貯水池駅を建設し、1930年1月に開業した。巡り田信号場の武蔵山とより、 村山貯水池駅は上下線の合流地点を越えた付近に所在したその後、同交差部分の調整が完了したことを受け、村山貯水池駅より 0.9km 延伸した地点に本節の村山貯水池駅を建設し、1936年12月に多摩湖線の全線が開通した。同時に村山貯水池駅については延伸に際して新設された。 箱根ヶ崎稼働橋の北側に駅を移設の上、武蔵山戸駅と改称されている。山戸の名は、開業時の存在地、北多摩郡山戸村寄り取ったもので、これに、旧国名である武蔵国の武蔵を組み合わせたものである。移設後の当駅は有効長40メートルの相対式ホーム2名を有する列車交換可能駅となり、終点である村山貯水池駅が一面一線構造であった。 ことから、列車交換は常時当たり駅で行われた。河川電圧6 0 0ト当時の多摩湖線はもは101、軽電車など車体長12メートル級の小型車によって運行され、編成量数も2から3両編成程度であった。ことから40メートルのホーム有効長で十分、対応可能であったが、1958年9月の河川電圧1 5 0 0ト昇圧に伴って、 新宿線との直通運転が開始され、311、軽電車など車体長17メートル級の車両が入線するようになると、ホーム延伸の必要が生じた。しかし、当駅はホーム前後にカーブが存在し、さらに、八坂方には、箱根ヶ崎稼働橋が存在するという立地の制約があったことから、相対式ホーム2面のうち駅舎側の、 本線ホームのみを有効長80メートルに延長し、反対側の副本線ホームについては、ホーム、線路有効長とも40メートルのままとする形で17メートル車4両編成の入線を可能とした。当然のことながら17メートル車4両編成同士の列車交換は不可能であり、17メートル車4両編成の列車の交換相手は17メートル車2両編成の列車に、 限定された。また、立地の制約から、本線ホーム中途に副本線への分岐器を設置せざるを得ず、列車交換時においては2両編成の列車を副本線がこの状態は、ダイヤ乱れ時などにおける運行に際して著しく難をきたすことから、当駅については副本線を撤去し一線構造とした上で、玉子駅佐山公園前駅を1951年9月開消。 を移設の上で2000構造化し、さらに当駅や坂間に巡りた信号場を新設して、大体の列車交換施設を確保する改良工事が実施され、1961年9月に竣工した。この結果、前述のような運用上の制約は解消され、輸送力増強並びにダイヤ編成上の自由度拡大に寄与した。駅舎へのアプローチその他、年月から、 バリアフリー対応工事が施行された。駅舎を矢坂方に移転の上、行動と駅舎を直結するエレベーターや多機能トイレを新設し、2011年3月に竣工した短式ホーム一面を有する築堤上に設けられている地上駅である。開業当初は相対式ホーム二面を有する列車交換可能駅であったが、後年の長編成化に伴う施設。 改良工事によって、駅舎側のホームのみを残して一面一線構造化され、当駅における列車交換は不可能となった。当駅のホーム有効長は4両編成が上限であった時代が長く、そのため6両編成以上で運行される。新宿線直通の優等列車は当駅を通過していたが、1996年に西武遊園地方へホームを延伸し、 最大8両編成の停車が可能となったことに伴って、多摩湖線における全旅客列車が当駅に停車するようになった。春の武蔵山戸駅萩山駅付近から多摩湖線と並行する自転車専用道路、東京都道253号宝屋山、自然公園自転車道線が当駅の西方に所在するほか、当駅の南方においては、東京都道128号東村山、 東山和線と直角に交差し、築堤上に位置する多摩湖線側に箱根ヶ崎稼働橋が架橋されている。駅の正方は東京都立さや山自然公園の南端に隣接しており、東京都水道局管轄の村山貯水池をはじめとした観光スポットの玄関口ともなっている。多摩湖周辺は公園内の至る場所に染井吉野山桜など桜の木が 数多く植樹されており、桜の満開を迎える時期には多くの観光客で賑わいを見せる。なお、当駅入り口付近のスロープ部分にもソメイヨシノが植樹されている。2019年度の1日平均上行人員は7389人であり、西武鉄道全員92駅中74位。近年の1日平均上行、乗車人員の推移は下記の通りである。 全路線、西武バスにより運行される。武蔵山和停留所、武蔵山和駅入口停留所、西武鉄道玉湖線急行、各駅停車八坂駅、武蔵山和駅西武遊園地駅あたり駅と、八坂駅との間の巡り田信号場は 1.7km に及ぶ複線区間となっている。東京都統計年間、ありがとうございます。